日本の防衛省関係者によりますと、ミサイルは日本の排他的経済水域 EEZ の外に落下したとみられます。北朝鮮は25日にも短距離弾道ミサイルを発射しています。韓国南部のプサンには23日、アメリカの原子力空母ロナルドレーガンが入港しています。アメリカ軍は、 朝鮮半島近海で空母も参加しての韓国軍との大規模演習を29日まで行っていて、この動きへの反発とみられます。また、明日にはアメリカのハリス副大統領が韓国を訪問する予定になっています。